こんにちは、マ、ま、サです。今日は賛成党の勢いがすごいっていう話です。今週末、参議院選挙がありますけど、賛成党が少なくても1議席は取るだろうっていう予想が多いです。TBS がこういう記事を出してます。賛成党が議席獲得か、賛成党は 一議席獲得の可能性が高まっていますと、読売新聞は賛成党が一から二議席取るだろうって予想してます。個人的には三から四議席はいけるんじゃないかなと思ってます。トースポにも出ました。賛成党吉野共同代表が全方位滅多切り、名前は言わないけれども、 竹中平蔵です。自称保守の連中は、靖国神社に行ってごまかす。靖国神社に行くのに、中国に土地を売ったり、大阪の港湾を開発している。靖国神社に行く、行かないじゃなく、この国を守るか守らないかだ。っていうふうに、どこかの演説で言ったそうです。 自称保守っていうのは自民党と維新の会なんですけど、彼らは保守ではありません。新自由主義者です。グローバル主義者です。ですから、よく賛成党が自民党の補完勢力二軍じゃないかって言われてますけど、そんなわけありません。賛成党は保守です。内海先生も 参政党は補完勢力ではないって言ってましたさっきも言ったようにもはや自民党は保守党ではありませんから自民党員でもちょっとおかしいなって思い出してるんですそういう党員が自民党から参政党に移ってしまうのを嫌がっていると先生は言ってましたですからむしろ嫌がっているんですよって言ってるわけです 保守としては賛成党に期待するしかないんです。だって保守の国政党がないんですから。もうここで賛成党がこけちゃったら終わりですから、躊躇なくガン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 やってほしいです。昨日神谷さんが言ってましたけど、とうとう新聞広告を出すそうです。読売新聞か産経新聞かわかりませんけど、 どこかから出すそうです。もうね、最後のチャンスですから、ここで躊躇したら終わりです。ですから、ガン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 やるべきです。現在、賛成党の党員数は8万ぐらいいるんですけど、ちょっと前まで3万超えました。やったーってやってたんですよ。もうね、8万です。この勢いを潰してはいけません。では、以上です。 ご視聴ありがとうございました。